はい、皆さんこんにちは、あちでございます。双方3で3を14やっていっていきましょう。さあ、このパートで290年に突入する予定です。まあ節目だな、あと10年。一応目標300年ですけどね。芝生さんもお亡くなりになったのかな。なってなかった、なったよね多分ね。元気さんもお亡くなりになってるからね。もう新しい人は増えないということで間違いないんでしょうね。この誰だっけ、翔海さん、翔海さんがお亡くなりになったらもう知力100いく軍師いないんでしょうね、おそらくね。はい、職お金あるのかな。報告がある。いや、お金もないね。かなり辛いんだね。まあ計略するのも金かかりますからね。800ぐらいかかるんでしたっけね。ちょっと待って、ちょっと、おお、賊に落とされるわ。あ、行よ、行じゃなくて行が落とされるの。どこが落とされるんだろう。おお、ちょっと見物だね。空白地できるわこれ、きっと行が落とされるのかな。いや、行じゃないね。どこ。あ、まあいっか、落とされてからわかるか。おー、空白地になったらちょっと見物。あ、ここかな。ほい、あー、調査さん来たね。はい、早送りしちゃったね。確認してくれ。おー、ちょっと驚いちゃった。はい、もう職は動きがないですね。はい、あ、翔海さんが神田さんに行けちゃった。3人いるね、一応ね。さあ、もう龍家も滅亡しちゃったので、劉備さんとかね。あ、まあ全員で50人切ってますからね、今ね、人数が。全勢力で武将の数50人切っちゃったものですからね。報告が。さあ、どかどか怒っていきましょう。何、ああ、懐柔されてるのか。おお、これね、ここ奪ってここに投石投石台を置いたら面白かったかも分かんないね。あー、やりたかったな。もう今投石台が作れないので。はいはい、でもよくここの投石台作ってくれたね。これ面白そうだった、面白そうというか面白かったね。うん、あ、ちょっと気づいてるね。投石台394になってます。400分のなっちゃってますね。はい、聞くない。はい、秋だね。はい、お金、ああ、微妙だね。確認してくれ。まあ高級取りがね、部下が全部高級取りになっちゃってるんでね。
はい、報告がある。巨匠で最後も兵糧の未支給が。これも天命か。お、当中さん、あ、お亡くなりになりました。はい、報告がある。はい、いやーこれね、官職もね、しまいにここになしって出るのが来るんでしょうね。ちなみに今、あ、保証欲しい人いるんだね。ああこれ第一部隊だからあげないといけないわ。ああダメダメ、危ない危ない。はい、行がおそらくね、もう少しすると空白地になるかなって感じですね。はい、確認してくれ。はい、行落ちるかな。多分行の周りで出てるでしょう。あ出てるね、出てる。あ、こっち見てる方がいいのかもわかんないね。はい、おー行に来てるね。おい、どんな感じなんだろうね。ちょっとこれ見ときましょうか。まあ3000、まだ8万5000も残ってんもんね。ああなかなか頑張ってんね。うん、あと2、3回増加が行に出たら落ちるんじゃない。はい、報告がある。はい、うん、落としたね。報告がある。はい、こっちも続出てましたよね。おお、こっちはまだまだいけそうだね。あれでも待って、続に負けてない？負けてる気がするんだけどね。ご三さん、数字で見るとね、出てる数字で負けてるような気がするんですけど。ね、330くらい。うわ、めちゃくちゃ負けてる。なんでこんな弱いんだ。陣形が弱いのかな。はい、確認してくれ。はい、あ、今度は勝ったね。あ、そうか、包囲効果であるのか。はい、でまた出てきたね、傭兵館ですね今度はね。もう長安のでさえも賊が出るようになってますからね。傭兵館、傭兵館は、傭兵、あ、これか。
うわ、傭兵かも、2000しかいない。兵が落ちるのかな、傭兵か。あ、傭兵が来たよね。おお、傭兵が落ちるかもしれない。先に傭兵が落ちるかもしれないね。確認してくれ。あー、でも強いな傭兵艦。うん、傭兵艦思ったより強いね。確認してくれ。どうだろう。はいはい、ここまでアップできたんだね。さあどうなんだろうね。あー、これは勝っちゃうな。確認してくれ。はい、じゃあ送っていきましょう。あと食の方は何か動きありましたかと。ないですね。確認してくれ。よいしょ。ここは円かな。あ、巨匠か。あ、巨匠もあんま良くないんだね。巨匠から、あ、からだね。お、おー、これはシュバッチューさんね。おー、怖い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 。確認してくれ。はい。はい、どんどん送っていきましょう。はい、もう14もだいぶ慣れたね。そういえばね、一番最初やった時ね、あの、私買って、まあ発売されて2日後ぐらいに買ったのかな、買ってね、やった時ね、この北海と平銀が隣同士っていうのがね、すごく違和感ありましたよね。北海と平原が隣同士って、っていうね、感じでしたけど、普通は北海行くまでに、どっか経由しないといけなかったと思うんですけどね。あ、そうだ、あと平原が海に接してるっていうのが、なんかすごい違和感ありましたね。平原の前に、あら？どうだったかな？逆に昔のあのマップのが思い出せないね。平原の東って何かあったかな。南陂、いや南陂は平原の上だもんね。ああ、いや13でも行けたわ。13でも平原から行けましたね、あの回路を使って。あ、いや待てよ。あ、行けたで、牧羊がここにあったのかな。13はこの辺に牧羊があるんだよね。あ、牧羊じゃないか。あー、牧羊じゃないね。あの、13でここに都市増えて14でなくなったんだね、確か。そういう、あー、名前思い出せないわ。なんだっけ、あったね。平原の下にすぐ、あの、ウキンさんたちがいたところね。あーっと頭抱えてる人。私好きなんだけど。あー。東王さん、東長さん、東王さんかな、お亡くなりになりましたね。確認してくれ。あー、ですから結構ね、その地形を見て、おやーっていう感じでしたよね、これね。ちょっとさ、ここら辺の集落がそういう名前なのかな。ちょっと閉じましょう。泰山違うね。地
違うね。そんな名前じゃなかったね。うん、そんな名前じゃなかったですね。うん、違うね。何だったんだろう、ちょっと思い出せないね。橋があって、13秒だね。ああ、もうカバーしきれないところ出てきたね。あら、あ、行っちゃったの。2階に分かれちゃったんだね。どんどん送っていきましょう。あ、ちょっと時間超えちゃった。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。双方さんで三国志14、そして誰もいなくなったですね、終わっておきたいと思います。よかしゃーよかしゃー。はい、どうもありがとうございました。